皆さんこんにちは。今日も見てくださってありがとうございます。夏の定番ゴーヤチャンプルを今日はスープ仕立てにしてみました。実は私ゴーヤの苦味ちょっと苦手なんですけれども、スープ仕立てにするととっても食べやすいんですよね。それとゴーヤの綿なんですけど、実は実のところより栄養価が高いんです。それの上手な使い方もご紹介していきますので、最後までご覧ください。今日も野菜のお出汁ベジブロスが出来上がりました。こちらがゴーヤチャンプルスープの主な材料です。スープの時は硬い種のところだけ取り除いて使います。ゴーヤのビタミン C は果肉のところより綿のところに 1.7 倍あると言われてるんで、ぜひ捨てないで使ってあげてくださいね。ゴーヤの苦味はモモルデシンという物質によるものです。胃の粘膜を保護して胃液の分泌を促すと言われています。苦味成分は水溶性なので、スープに溶け出してそれで和らぐような気がしますね。まずゴーヤは塩を振りかけて揉んで10分ほど置きます。今日の豚肉は豚肩ロースの切り落としですが、豚バラ肉でももも肉でも大丈夫です。さあ作っていきましょう。まず卵を炒めます。すると卵がふっくらと仕上がってスープが美味しくなります。火が通ったら一旦取り出しますね。サラダ油を足して豆腐をちぎって入れていきます。水切りはしなくて大丈夫ですよ。煮ている間に崩れていくので大ぶりな感じで入れていただくといいです。さっと炒めて次は豚肉を加えていきます。疲れやすいこの時期、ビタミン B1 の多い豚肉は重宝する食材ですね。全体に色が変わったらゴーヤを加えていきます。綿も入れてあげてください。栄養価の高い食材です。ゴーヤを塩もみするのは塩気が効いてるとアクセントになるからです。全体に塩味をつけていくよりはポイント的につける方がこの時期美味しく感じられます。さあベジブロスを加えていきますね。でもベジブロスをなかなか取るのは大変って思われる方も多いですよね。その場合は鶏ガラスープの素小さじ2と水 400cc で作ってください。お酒は臭みを消します。塩加えますが、スープの素で作られた時は加減してみてください。胡椒をたっぷりひくと美味しいです。醤油を加えましょう。小さじ1ぐらいですかね。そして最後にほぐしながら卵を加えていきます。スープを吸ってふっくらと仕上がります。味見しますね。いけます。これでちょうどいいです。そして仕上げにごま油小さじ2分の1ぐらいですかね。ゴーヤチャンプルスープの出来上がりです。昨日も同じメニューでした。でもなんかこの夏はこれで元気なような気がします。次は
ゴーヤのカリカリソテーです。綿も種も使っていきます。そのまま綿も種も取り除かないで輪切りにします。そして片栗粉をまぶして少し多めの油でソテーしていきます。この種のところがカリカリしてとても美味しいんです。塩コショウをかけるだけなんですけど、ビールのおつまみにぴったりです。いつものかきたま汁にこの綿を入れるっていうのもいいですよ。綿はナスに似てはふわふわした食感です。和洋中どんなスープにも合いますので、捨てないでぜひ使ってあげてください。最後までご視聴ありがとうございました。いいなと思ったらチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。ではまた次回の動画で